ございます。釣り子 TV です。レイドジャパンのビッグベイトっていうことで、ついに発売開始されましたね。この GI ってね、かっこいいですけど、こんな感じのね、パッケージで。グラビティインパクトって書いてありますね。こんな感じのね、ビッグベイトね、一つ買うことができたので、早速開封していきたいと思います。まずね、パッケージはこんな風な感じのパッケージに入ってね、売ってましたよ。裏にはね、説明がみっちり書いてありますけど、まあ、やっぱりこの GI っていうのがすごいね、目を引きますね。GI なんてね、言って探してたんですけど、これ正式名称はグラビティインパクトってことでいいんですかね。まあね、パッと見てね、ちょっと、小ぶりなルアーだなっていうね、ビッグベイトにしたら、ね、そんなのを、箱のね、外から見ることができるんですけども、じゃあ早速ね、どんな感じか開けていきたいと思います。これはね、すんごい楽しみだったルアーなんで、これドキドキしますね。はい。こんな感じで、スペアのね、テールがこの後ろにね、入ってましたね。で、はい、こういう感じですね。後ろも癖つかめる、こういう特別なケースでも入っていて、これを出すと、あー、GI 出てきました。いやー、結構ね、メタルパーツがね、目を引きますね。頭周り、リップがこういうメタルリップで、で、これね、ちょっと結ぶところがね、工夫されてますね。このね、エッジに多分糸がぶつかって傷とか入ったりするのを防止するためのパーツでしょうか。こういうのがついてまして、で、頭にはレイドジャパンのマーク。で、連結部見ていくと、結構こう切り立った感じですね。で、可動域はこういう感じで、指示はね、2点で指示しているのでね、こういう感じ。まあ、ただここがね、まっすぐね、切られているから、結構可動域は多い印象ですね。で、そこからテールパーツを見ていくと、こういう感じのね、尻尾がついていて、これもね、ここのくびれがね、独特な感じで、まあ1連結目2連結目みたいな感じでね、すごいね、動いてくれそうですね。こうちょっと持ってるだけでね、パタ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 ね、こう、パタパタ動き続ける感じね。こういう感じのテールがついておりまして、お腹周りを見ていくと、まあ、こんなフックがね、結構ね、フッ素加工のものがついていて、ちょっと太軸のね、針がついておりますね。結構こういう太軸で、刺さりはね、まあ、フッ素加工してあるっぽいんで、もう間違いない、こうちょっと触っただけで、吸い付くように刺さっていく、そんな針が、ついておりますね。こういう感じのルアーなんですね。で、カラーはね、これね、漆黒っていうカラーみたいですね。ここに書いてあるんですけども、まあ、漆黒っていうとね、こう艶やかな黒っていう印象なんですけど、これはまあ、あの、見ての通りね、ちょっとマット仕様っていうかね、そういう感じの黒が塗られております。目がね、赤いのがね、こう、なんていうか、ポイントになってますよね。昔のあのメガバスのね、デッドリーブラックシャフトなんかも、こういう黒いボディに赤い目っていうのがね、すごいね、覚えてるんですけども、こういう感じでね、黒系には赤目ってね、すごいね、デザインが締まって見えますよね。で、裏の方でこう使い方とか書いてあるかなっていうことで、ちょっとね、見ていきたいと思います。 GI グラビティインパクトは、最小限のタックルで調光したい高機能アングラーのために、リップ付きビッグベイトを、ミディアムヘビークラスのロッドで扱えるサイズに落とし込んだ、お手頃サイズの、コンパクトジョイントベイト。はい、昨
を引き寄せるインパクトはビッグベイトさながらに、汎用性の高いいつものミディアムヘビークラスのタックルで扱える GI はあなたの攻めの幅を広げる新たな一手となるでしょう。GI は戦面爆破するフィールドの状況を突如として引き起こる一瞬の GI、かっこまあチャンスタイムって書いてありますね、をものにするために生まれたハイインパクトコンパクトベイトです。主な使用方法はブッシュやオーバーハング、足際、岩陰や浮き込みなどカバー際でのストップ&ゴー、カバー際にキャストした後リールを勢いよくグリグリと巻き取りそのまま止めることで GI はカバー際で急先行した後にゆっくりと浮上、カバー内に潜伏する魚をそのインパクトによって引きずり出すメソッドです。このメソッドは雨跡の急な濁流が発生した場合にも威力を発揮、魚がカバーに寄り添うため GI の独壇場ともいえる特攻のシチュエーションです。また GI はハイレスポンスアクションで泳ぐためクランキングも得意としております。通常リトリーブで 1.5 メーターレンジをトレースでき、メタルプレートリップによってボトムヒット時もボトムに食いつくようなクランキングが可能です。これらは GI を象徴するメタルプレートリップだからこそなせる特殊メソッド。メタルプレートリップ自体がウェイトの役割を果たし急潜航を可能としています。同時に強度を確保したままリップを薄くできるため対衝撃強度を確保した上でハイピッチウォーブンロールアクションを実現しています。カバー際を少ない移動距離で高速明滅させつつ急潜航させるための独自のリップ構造です。また硬すぎず柔らかすぎない絶妙な高度に設定した特殊デザインのラストマーテールは2つ目のジョイント部として機能し GI の滑らかなアクションに貢献、ボディが生み出すアクションを絶妙な加減で吸収し角のない柔らかい波動に変換する重要なパーツでもあります。保管時は他のワームと接触したり変形しないように付属の専用カバーを装着してください。で下の方にね追加の説明が書いてありまして、ブリスターにスペアテールが付属してるよっていうところと、次が重要かな、メタルプレートリップはボトムノックなどによって削れエッジが鋭くなることがあります。弓などを傷つけないようにご注意ください。またリップのエッジによってラインやロッド、リールなどを傷つける場合がございますので、移動時や保管時は接触しないように取り扱いに注意ください。リップのエッジで、ラインを傷つける可能性がございますので、デフォルトでラインアイにセットしてあるパーツをそのままラインを結んでの、ご使用をお勧めします。はい、ということでポイントとしては、まあ、このずんぐりもっくりなボディでこうカバー際に投げてちょんちょんちょんってやってふわーっと浮いてくるときに下からバコーンとね、食いつかせるっていうね、そういうメソッドに特化したルアーだよというところと、この非常に目を引くですねメタルリップね、この特殊なリップによって、急潜航に潜ることができる、それによってクランキングなんかも得意だよ。あとは後ろの方に書いてあったここら辺今ねこう触ってもね何にもねすごい滑らかなツルツルな感じで処理されているんですけども、このメタルのところをまあぶつけちゃったりすることによってここにちょっとギザギザとしたね傷がついたりするとそのラインにダメージを与える原因になる場合があるから、このパーツ非常にね、重要だよ、このまま使ってくださいというところと、あとは移動時にこう、まあ、リールとかガイドにこのルアーをカチャってかけてガチャガチャぶつかりながら、ね、移動したりするとそのロッドのブランクとかそういうところに傷を入れてしまう可能性があるからご注意くださいっていうね、そんな感じで書いてありましたね。まあちょっとね今年こういう形のね気になるルアーってね非常に多く登場してますよね。その中にあってこうメタルのリップとあとそうなんだろう比較的ずんぐりむっくりなこのボディかなっていうのね感じまして、ちょうどね今年使ってみたいなっていうこの手の、ルアーの仲間でいうと、まずはこの、ね、デプスのウェブメンバー限定で、登場したスイートキラーですね。これなんかも、まあ、サイズ感的には比較的、ね、似ていてテールの形が違って、まあやっぱりこのグラビティインパクトの方がすごいずんぐりむっくりね、ちょっと短いけどもね、そのボリューム感があってすごいね下に押す波動をポンポンポンってね
出してくれそうだな。それに対して、まあ、こっちはもうちょっとね、こう、なんだろう、ベイトフィッシュっていう感じのね、そういうボディシルエットだな、なんていうね、ところと、あとは、この前売ってましたけど、これね、ジャッカルのこっちは、フラットボーンジュニアかな。これなんかと比べていくと、ね、サイズ感はね、さほど違わないんだけども、やっぱりこう並べてみるとだいぶ違うかな。ね、すごいね、ずんぐりむっくりしていて、まあ、こっちはね、フラット面が非常にね、多い印象で、こうピラッ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 っていう感じで、波動を出すと思うんですけども、こっちはもっとポン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 ってボリューミーなね、こういう波動を出すのかな。はい。こんな感じでね、今年このぐらいのサイズ感のね、面白いルアーがね、いっぱい登場したなっていうことで、まあ最初これが送られてきて、で、これね、つい先日、買ってみて、まあ一回投げてみたんですけど、非常にね、ピラ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 で、独特な、なんかね、これの大きいサイズとはまたね、全然違った雰囲気で使えるの、これ面白いなっていうところと、この手の形が多い中にあって、こういう、ちょっとね、ずんぐりむっくり、ぐりぐりぐりってね、クランクベイトを巨大化したような、まあ、なんて言ったらいいのかな、ちょっと今まで持っていない感じのサイズ感と形なんで、ほんとね、ビッグベイトまではいかないんだけども、なんか、ビッグベイト並みの、その波動をこのボディで、ポン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 って出してくれそうだなっていうね。そんな印象ですね。はい、というわけでね、見てきましたけども、これねレイドジャパンの GI っていうことで、こういう黒いカラー買ったんでね、ちょっとね目で見てね使うことが多いと思うんで、まあここら辺にね、なんだろう、目印をつけて、まあ、どこにいるのかちょっと分かりやすいようにチューニングして、それでもって使おうかなっていうね。で、あと出しどころですけどね、なんかせっかくこういう黒い色変えたんで、そのさっき説明欄にも書いてあったんですけども、まぁ、ちょっと雨とかが降って、濁りが入っちゃったよ。そういう上流のなんか、濁りが入って、まぁ、濁流みたいになっちゃっている中で、こう、このボディの、なんだろう、シルエットとボリューム感と、あとこの色とでね、ここにいるよっていう感じで、ちょっとね、浮上バイトさせるときに使いたいなっていうのと、あと、普段の使い方で行くと、自分の行くダムだと多分ね、この手のね、形のやつね、トズラッパラダムとかがね、すごい効くような自分の中で印象があるんで、ちょっとね、もちろん亀山とかね、その他のとこでも使うんですけども、トズラッパラダムとか行くときに、まあ、こういう感じのね、形状を早速ね、投げ込んでみたいな、なんていう風にね、感じております。まあ、とにかくね、まあ、今これ、秋の徐々にね、魚が餌をね、追い出すシーズンなんで、そういうタイミングでね、この新しく登場した GI、どういう感じでね、活躍するか、早速ね、釣り場に持っていきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら。レイドジャパンからね、待望のこれ、まあ、ビッグベイトでいいんですよね。まあ、コンパクトなビッグベイト。グラビティインパクト GI。これが登場して買えたので、開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。